2019年 f i バ a バスケットボールワールドカップは2019年に中国で開催された第18回 f i バ a バスケットボールワールドカップである。当初予定だった2018年より1年遅らせて2019年の開催となり、1967年大会以来 FIFA ワールドカップと別の年に開催されることになった。また、出場枠もそれまでの24から32に増加される。 2015年3月にフィバ評議委員会でアジアでの開催が決定し8月に東京で行われた同評議委員会で中国もしくはフィリピンの中から開催国をフィバリ理事が投票その結果14対7で中国が開催権を獲得したアジアでの開催は2006年の日本大会以来3度目である中国は開催国枠で出場権を得た 今大会から直近のオリンピックチャンピオンの出場枠はなくなった。また今大会から大陸選手権はワールドカップの直接の予選大会ではなくなった。その代わりに2年間をかけて大陸予選大会が開催された。モンテネグロとチェコはそれぞれユーゴスラビアとチェコスロバキア解体後独立国として初めて出場権を獲得した。 ポーランドは1967年大会以来、久々の出場。日本は、自国開催の2006年大会を除くと、1998年大会以来の予選突破。アメリカとブラジルは全大会の出場を継続した。組み合わせ抽選は3月16日に、新選手の新選文化中心で行われた。ドロワー,ーには今大会のグローバルアンバサダー用アキラと、 コービー・ブライアントが務めた。各組上位2チームが2次ラウンドへ、下位2チームが17-32位決定ラウンドへ各、組上位2チームが決勝ラウンドへ、オールスターチームは大会最終日に発表された。ありがとうございます。